はい、これかっこいいね。めちゃくちゃいいですね。めっちゃ励みになりますので、チャンネル登録、高評価、コメント、無断滞在の方お待ちしております。それでは早速動画の方やっていきましょう。レッツゴー。今、緊急で動画の方回してるんですけど、どうも、神谷ゆうきです。ということで、今回もですね、コールオブデューティモダンウォーフェア2の動画やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は、無料期間限定でもらえる、金武器設計図のご紹介していきたいと思います。第2弾ということで、第1弾はね、こちらの、はい、ドドンと出てます。こちらの画像の動画を見ていただければね、やり方伝えているんですが、ちょっとね、こちらのコメント欄で、やり方がね、ちょっと難しいよ。教え、もっと詳しく教えてっていう風に来ていたので、今回ね、もうちょっとわかりやすく、皆さんにご紹介できればなと思います。またね、これ、サイト自体が結構英語なので、皆さんね、それは申し訳ないんですけれども、翻訳ツールとかアプリとかをね、自分で使っていただいてね、こちらの無料獲得をしてみてください。それではね、今こちらも画面映ってるんですが、早速ご紹介やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで画面こちらに映ってまいりました。コールオブデューティーリーグチャンピオンシップウィーケンド2023ということで、2023年の、まあ要はね、コールオブデューティーのもう海外で開かれている、もうワールドカップみたいなもんです。もう世界大会が今回開かれるんですけれども、そちらが6月の15日から6月の18日、15から18日まで開かれます。それに合わせてですね、Twitch、そして YouTube、どちらでも視聴をして、そちら、視聴した時間に対してですね、報酬が、要はゲーム内のアイテムが手に入りますよといった、そういうイベントが開催されています。じゃあ早速ね、動画ちょっとあるんで見ていきましょうか。ということで、ちょっとこの方誰かわかんないんですけど、知ってる人いたら、もし教えてください。多分ね、多分コールオブデューティーで有名な人だと思うんだよね。さあ、チャンピオンシップが始まります。アイテムがゲットできますという風に、ちょっと同時の翻訳もしていきながら見ていきましょう。さあ、アカウントとかをリンクしてゲットしていきましょうと。さあ、まずは木曜日ですね。木曜日の報酬こちらになります。なんかね、結構フォースですよね。そしてその次の金曜日。これ、ナゲットとか映ってるのはこの金曜日イコール休みっていう感じなのかな。そして土曜日。はい、戦闘が始まっていきます。そして、こちら。最後の日曜日の報酬。このね、右上に映ってるのわかるかな？これがね、無料で手に入る。おお、これこれこれ。無料で手に入る金武器のご紹介となっています。はい、これ普通にかっこよくないか？そして。っていう感じでね。はい、手に入りますので、こちらをね、ご紹介していきたいと思います。またナイフもね、手に入りますよと。じゃあ、どこでチャンピオンシップを見ていくのか。公式の YouTube と公式の Twitch。そして、コールオブデューティーの公式サイトでも見れるらしいんですが、まあ、これはね、ちょっとやり方難しいので、YouTube と Twitch の方法を今回は僕からご紹介していきます。で、YouTube とかね、Twitch で見る方法、日本でね、紹介してる人誰もいないんで、これ意外と知らないともったいなくないこれ無料で手に入るの。ということで、今回ね、ご紹介していきたいと思います。絶対に見逃すなという感じでね、はい、英語書いてありますよと。はい、こんなね、動画がやってきました。はい、じゃあね、やり方早速ご紹介していきたいと思います。今ね、サイト自体これ Google 翻訳で翻訳しているんですけれども、押すボタン、そしてね、やること自体は翻訳していなくてもしていても、そしてスマホの人も、アプリで見てる人もみんな変わりません。やることとしては、まず、バトルネット、もしくはね、スチームっていうのパソコンのアカウントがあるんですけれども、アクティビションのアカウント、要は、コールオブデューティーの、今回、ウォーゾーン2、会社のアカウントとバトルネット、そしてスチームのアカウントを連携させて、その後に連携したアクティビションのアカウントと、その動画を視聴する YouTube、Twitch のアカウントを連携させて、で、決まった時間を視聴すれば終了という。さあ、これだけの話なんですよ。結構難しいです。はい。じゃあ、ご紹介していきましょう。ステップ1、サインアップ、アカウント作りましょうっていう話ですね。で、Call of Duty Modern Warfare 2やってる人は、必ずアクティビションのアカウント絶対作んないとプレイできないので、あるはずです。それと、皆さんのバトルネット、もしくはプレイステーションの人はプレイステーションネットワーク、そして Xbox プレイヤー Xbox、そして Steam パソコンプレイヤー Steam アカウントをリンクします。これね、登録するボタンを押してください。はい、青いボタンを押すとこういう画面になります。Call of Duty の世界に飛び込みましょうということで、ここにね、メールアドレス入れるところあるんですけど、アクティビションのアカウント持ってない人はここにメールアドレス作って入れてください。新しくね、登録が始まります。で、その作ったアカウントと YouTube と Twitch のアカウント連携させれば OK なんですけど、多分ほとんどの人がコールウィッティモダンオフェア2はもうプレイされてるはずなんですよ。なので、そのアカウントとリンクされるために、はい、アカウントをお持ちですか、ログインするっていう風にね、英語でなってると思うんですけど、ここ押してください。で、そうすると、ネットワーク経由でログインという風になるので、プレイヤー、このプレイステーション4のプレイヤーさんはここ。はい、Xbox の方は真ん中の緑。そしてね、PC でプレイされてる方は右側のバトルネットアカウントでリンク、ログインしていってください。でね、Steam の方もバトルネットで多分アカウントがあるはずなんで、バトルネットでやっちゃえば OK かな。リンクされてたらね、そのままできます。Steam の方だけ、ちょっとね、アクティビションアカウントメールアドレスで入れる方法が一番確実なので、
もしね、これネットワーク経由でログインできない人は、アクティビションのアカウントを作ったメールアドレスとパスワードを入れて、ログインを押せば。OK です。はい。で、ログインするとですね、こちらの画面になります。はい。こちらの、まあ、トークンがね、2倍のトークンもらえるので、チームね、まあ、どこでも大丈夫です。好きなチームを、好きなだけ登録することができます。特に、まあ、皆さんのおすすめのね、押してる地域があれば、それを押して、で、今すぐ登録を押せば OK です。ここのチェックを外しましょう。ニュースのね、チェックです。で、そうすると、こちらの Call of Duty League のオフィシャルサイトに来るんで、これで、まず、アクティビションアカウントのリンクは終了。OK でございます。その後、こちら、やっていきましょう。はい。お次は、見ていくアカウントのリンクをしていきます。YouTube また Twitch のアカウントをリンクしていきます。見たいね、アカウントどちらかを押してください。まず最初にね、Twitch の方法をご紹介します。リンクスイッチを押して、はい、先ほどのね、アカウントをログインいたします。はい、そうするとね、リンクしたアカウントのソーシャルアカウントのページに来るので、一番下のソーシャルネットワークの、ここ、Twitch アカウントがリンク解除の状態になるように、アカウントリンクボタンを押してください。これでね、自分のアカウントでログインすれば、OK でございます。じゃあ次ね、YouTube の場合ご紹介していきます。はい、YouTube は下側のリンク YouTube を押していきます。はい、こちらのね、アクティビション ID っていうのをね、連携済み、接続済みにしてください。接続しないとこういう風にね、別のアカウントみたいに、ここ、接続っていう風に映るので、必ずね、ここ接続してください。アクティビション ID が接続済みになるように、アカウントね、パスワードとか打ってお願いいたします。そのリンクが終わりましたら、概要欄にも貼ってある公式の Twitch、Call of Duty 公式の Twitch、そして Call of Duty 公式の YouTube アカウントで Call of Duty リーグを生放送必ず見てください。で、ここで注意なのが、パソコン版の方はこのウィンドウを開いてるタブを最前面に表示させるということと、スマホの方は充電が落ちないようにスリップモードにならないようにしてください。それがね、絶対確実に必要なので、そこだけお忘れなく。ここまではね、やり方のご紹介していったんですが、ここからは何がゲットできるかを発表していきたいと思います。はい、まずですね、6月の15日から18日共通で2時間、4時間、6時間、8時間、10時間、12時間、14時間で連続でね、トークンなどがもらえます。お次こちら、まずは6月の15日木曜日の放送、午後12時 PT ということなので、はい、こちらね、日本時間にこちら換算すると6月の15日12時は2023年6月の16日金曜日の5時、朝の5時ですね。面白い。はい、楽なので、日本のね、プレイヤーさん、朝の5時に見てください。これ、ログインね、放置しといても、ウィンドウからね、ライブ配信始まれば見てる判定になるので、放置していくのも OK です。さあ、それではお次見ていきましょう。さあ、報酬は、アニメーションのコーリングカードと、XP トークンと、スカルのステッカー、ダブル XP トークに、ドラゴンブレスのアニメのエンブレムとなっております。お次こちら、6月の16日の金曜日の12時、はい、コーリングカードを実行すると、ランイットアップ、やってやれみたいなね、はい、コーリングカードに、XP トークンと武器ステッカー、ダブル XP トークンに、3ピースのね、ナゲットのエンブレムとなっております。こちらの時間が、はい、同じく2023年の6月17日の5時となります。土曜日の5時ですね、朝5時。はい。行かれてます。はい、お次。6月の17日土曜日の午後12時、メモを取るアニメーションコーリングカード。こちらですね。書いてますね。戦場の中でメモを取ってる。こいつ何やってんだ？そして XP トークンに縞模様の武器ステッカー、そしてダブル XP トークンにエースエンブレム。これかっこよくない？これ結構いいですね。まあ、アニメーションしてればね、より良かったんですけど、なんかトランプみたいなカードゲームみたいな感じで結構いいですね。はい、こちらの時間が、はい、2023年の6月18日日曜日の5時。となります。はい、17時間の時差ありますね。そして最後はこちらになります。はい、6月の18日日曜日の放送となります。はい、見ていきましょう。まずはジェットスキーのスキン。で、トップ3の武器チャーム1時間、1時間半で、なんとナイフのブループリント武器設計図ゲットできます。これ普通にかっこよくないか。そしてこれ1時間半で解除、その後2時間行かずに1時間半でですね、こちらの金の、はい、これかっこいいね。めちゃくちゃいいですね。めっちゃ動く。はい、こんぐらいね、金の武器設計図が手に入りますよと。 M4 なので使い勝手も良さそうですし、なかなかグッドでありますね。これもね、入手したら別の動画でご紹介もしていきたいと思います。そして2時間でダブル X 武器のね、ダブル XP が手に入りますよといった感じで、皆さんが見逃すのがまずいね、日程が日本時間でこちらになります。はい、日本時間で2023年の6月19日の4時半となっています。なのでね、ここもね、日時だけ必ず間違えないようにだけよろしくお願いいたします。17時間の時差があるのでね、海外で始まってると思うけど、そんなこともないみたいなことが起こるのでご注意ください。はい、というわけでここでね、すべての報酬の方をご紹介していきました。今回もね、無料で手に入るアイテムがめちゃくちゃたくさんあるので、これね、知ってる人マジで少ないと思うんですけど、必ずね、見逃さずにこちら、はい、サインアップアカウントリック
ック、そして報酬獲得していきましょう。皆さんもね、こちらのコールオブデューティーリーグチャンピオンシップウィーケンド2023、ぜひ見ていってください。まあ、プロ同士の戦いね、めちゃくちゃ学ぶこともあるし、面白いので、やっぱりコールオブデューティーのね、楽しさ、マルチプレイヤーの面白さ詰まってますので、ぜひご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。めちゃくちゃお得な情報も、そしてね、面白い情報も、FPS に関する情報すべてね、投稿していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。それでは、Thank you for watching! GG!